アサヒスーパードライ。待つんですよ。めちゃくちゃ長いこと待つ。だから言ったじゃん。尺大丈夫これ。尺的にはわからないけど、まあ、泡がね柔らかくなる。僕のお酒の継ぎ方のこだわりでこんな人を待たすっていう。あ、いい感じになってきた。いただきます。うめぇ。アサヒスーパードライ。